うん。小塚さんが口から血出したのってあれ違うよ、血じゃないよあれ。休みの時に控室でバクバク食ってそれで試合にそのまま出てって腹ボンってやられたらそれが出てきたんだ。あの大森隆夫さんの、はい、その宮原選手への挑戦したっていうのはもうすごいね、はい、タイミングとなんだろうね、もう機は熟したというかね、うん、はい、だって大森隆夫30周年記念試合です、はい、で全日本プロレス50周年記念大会 in 三条です、はいはい、なんか三冠ヘビー級選手権試合、はい、でその場所がなんと、はい、馬場さんの故郷の地三条市、それも昔から言ったら三条市厚生会館、はい、それでなんと創立記念日だったんです、うん、こんなね、はい、時にね、うん、あなたも、いやもうこんなもう、あとねあなたが、はい、60年ぐらい次元機やっててもそんなもう巡り合わないよ。そうですね、あの惑星が一直線並んだみたいな、そうそうそう、そういうタイミングですよね。そうですよ、地球火星土星でわーってなって、わーっていう、地球火星です、火星じゃないですよ、ね、何の話ですか、全く、ま、意味が分からないです。何が何だか何が何だか分からない。今頃見てるやつキアラバカだね。キアラはバカです、僕はバカです。でそういうふうに巡ってきたときどう思いました？いやもう自分ではどう30周年をこう自分で表現しようと思ってたんですか？まさかそんなに全てがこう絡んでるようなこうね、うん、大会になるとはもうお客さんもね、京平さん超満員だった。いやすごいよ、だってあの馬場さんのいた時より入ってたよ、はい、そうですね、それはもうスタッフの方皆さんのですね、あの茶畑でのリッキースティンボード対マスカラス兄弟ぐらい入ってたよ。もういつもリング屋さんあの手抜いてフェンスなんかやらないのにあの日だけフェンスやってるところ、まあ、やりがいあるよね。ありますね、やっぱりやりがい、大森さんのおかげでやりがいがある。いや俺もいや人生を送ってますよ。いやいや、やめてください。スタッフの皆さんのおかげで選手もあの試合のやりがいがある。いやいやいや、フェンスがいるから、はい、でもこの間ね、あの思ったんですけど、いろんなもうなんていうんですか、お客様の声も聞いて僕自身も思ったんですけど、楽しいとかすごいなこの試合ってのはもういっぱいあると思うんですよ。うん、この間の大森さんのその何ていうんですか、宮原健人戦は泣けるっていうお客さんが、ああそうですか、泣ける試合やるっていうのはよっぽどですよ。本当お客さん泣かさなきゃいけないと俺は思ってるからね、泣かないと完全なファンにならない。僕はあの試合終わってまあ本当仮にですけど、あの日もしですけど、馬場さんが ご存命の時にだとしたらですよ、はい、試合終わって馬場さんに報告に行ったら絶対怒られてるなと思って。なんて言われるの？ツイッターにも書いたんですけど、お前はダメやね、お前さん負けたなつって言って、こうはき、まあ、はまげ吸ってるイメージですよ。もう僕はもうやめてましたけどね、亡くなる前は。はっきり言うからな、なかなか返事してくれなくて吐き出した後にまたダメだったなって。ま一回ホテル帰ったら飯食い来いって言って、ありがとうございます。そんな飯食い来いって言って行った、はいね、はい、行った、はい、あそう、はい、でもあの大会は本当に古くからのお客さんも多分いたと思うし、最近のお客さんもいたし、はい、やっぱいい雰囲気でしょうね。新潟県自体もですね、昔からのファンの方すごく多いですよね。プロレスアスリート地ですよ。馬場さんのさ、はいはい、あれは、うん、当時のやつだからね、昔のやつだから。ありましたね。なんかノスタルジックな大会でしたね。そうですね。意外とでもね、泣ける試合ってないの、はい、泣ける試合をやるとこは来るよ、絶対に。うん、いや、老骨だからさ。老骨老骨むち打って。老骨ですよね。で、淵君がさ、また老骨むち打ってエプロンに上がってさ、泣けるよ、ね。でまたさばいてるレフリーも老骨だからさ。いや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 、だから泣けたんだよ、ね、ありがとうございます。いや、いい試合でしたよ。ありがとうございます。敗因は、敗因はルール知らんの。
ルール知ってりゃ勝ってたんだって。ルール知らなさすぎだよ。もうちょっとずるく。やっぱりリクフレアみたいにならなきゃ、ハリーですから。ずるくでもいいんだけど、そのルールをうまいこと利用すれば。逆に宮原選手がリクフレアだったのかもしれないですよ。うん、チャンピオンだし。チャンピオンだしね。防衛して。うん、あれだから今度はあの PWF ルールちょっと変えてもらって、うん、チャンピオンはあのホール以外はベルトの移動なしとかしたらさ、昔はNWAチャンピオンに有利なルールになってますもんね。リックフレアなんか決して強いと思わないけど、こんなになってだからジョーさんがいつも引っ張られてやられちゃうんだよ。いつの間にか挟まってますよね、うん、王者有利 の、うん、NWA ルールに変えますか。フォールギブアップじゃないと取れない、うん、取れない、うん、うん、3本勝負だったら2ホールきっちり取らないと、はい、だからジャンボさんとかさ、1本だけがリングアウトだったからダメだったとかある。 ありますね。でもそれ、はい、そのルールを理解しないとお客さんは全く分かってないんで、うん、そうですね、それ浸透するのもなかなか大変ですよね、すごい難しいよな、難しいですね、うん、だってロープ掴んだってあれ反則なんだからね。そうですね。俺蹴っ飛ばすけどさ、あれ反則だから。ロープブレイクでちゃんとこう手首まで出なければいけない、足首まで出なければ、はい、首といっても全ての首が出てればいいってもんじゃないですよね。なんでさそっち それだからチャンピオンになれないんだよ。全部の首が、全部の首、どうでもいいんですよ。全身の肩口全部肩口いいですよね。首、肩口はどう？乳首とかでもルールちゃんと適用される。乳首なら乳首が出てればいいんだよ。ああ本当ですね。ブレイク、あブレイク、なんだろう。あれ触ってるだけじゃダメなんだよ。はい、ちょこっとでも出てるよ、乳首が出てれば。ロープに当たってちゃダメ。それでもブレイク。なるほど。本当は背中タッチもダメなんだよね。本当は背中、あのコーナーマットを持ってる分にはいいんだけど、はい、こう押された時のね。でも離れてる時に、本当は手と手なんだよね。あ、うん、手と手でタッチ。手と手で、それ目と目でしょ。よく俺、昔お前怒ったことあって、ロープの上のっかでタッチするとか。あ昔よく、清水さんとか、ほら極道コンビとかが、あのちゃんと手タッチしろって言った時、足と足でやったら、手と手じゃんこの野郎とか、そういうのなかったですか。いいじゃねえか、この野郎、どっちだって。足と足だからいいだろ。僕は早くやれ。俺が後ろ向いてて、大隈さん俺の後ろに来てこうやってタッチして。ああ、聞こえててる、お前。いや、してないよね、今タッチだ。バカやろ、こんな近いじゃねえかってよく小塚さんのあのちょっとなまった声で、こんなに近いじゃねえかってこうやって。できんじゃんって。だったらちゃんとタッチしろよって。振りすぎてたとこの見られちゃう。向こうにレフェリーが引きつけられてる間に、こうやってやって音だけやつ、おしって今したって音だけして音だけ聞こえて2回か3回目の時に振り向いたら大隈さんが叩こうと、大隈さんが大隈さんが見られたって顔して、そんなのあったよな。大隈さん素晴らしいです。ちょっとこう後ろめたいようなこうやるんですよね。あ素晴らしいです。で小塚さんあんまり動かないからさ、はい、本当に小塚さんのあのプロレスを見習った方がいいよ。小塚さんの、うん、はい、現役長くなるって。小塚さんのプロレスこそプロレスだよ。いや、やっぱりあの骨格とかが人一倍丈夫なんじゃないですかね、小塚さん。いや、受け身取らないから。いや、それでいいんだよ。俺はそれを別に茶化してるわけじゃないんだよ。小塚さんって本当にそれほど受け身取るような人じゃないんで、だから今でも元気なんで。あの若い頃から受け身バンバン取ってる人は長くレスラー続けられないよね。あの天竜さんだって腰ダメになっちゃってるわけで、はい、そほとんど全員じゃないレスラーって、はい、藤波さんにしても腰がもうだからやっぱ りあの後々に来るんだよね。でも小塚さん見なよ、全然大丈夫じゃん。だからそういう面で小塚さんを見らないなさいっていうあの間だよね。アイアンクローだけでいいんだもん。いや、アイアンクローだけでもう、わ、ね、ーって顔こうやってやってるだけで、それも一つの。手と足もってお腹に膝落として、バーッと下膜くろやってるだけです、うん、はい。いや、俺はそれでいいと思うんだけど。で、お腹踏みつけたら、もうあと大隈さんにタッチ。タッチ。で、大隈さんがやられたら、小塚さんにタッチ。したら小塚さんが出てきて、アイアンクローって。小塚さんが口から血出したのって何かありましたよね。あれ何でしたっけ。あれ間違って当たったんじゃないの。間違って。
小鹿さんが血出したなんて、あれ違うよ、血じゃないよ、あれ。あれ何ですか、あの休み時間にスイカ食いすぎて腹痛くなって。あの休みの時に控室でスイカバクバク食って、そんで試合にそのまま出てって腹ボンってやられたらスイカが出てきたんだよ。で血だと思ったんだよ。お客さんみんなあの、わあ、ちょっと血出してるってスイカなんだよ。スイカ食べ過ぎやった。スイカだよ。真相はスイカだったのか。あ、黒い血まで出てるって、種だよ種。相当悪いですよ。黒い血で出てきた。黙ってるからさ。はい。椅子が石に聞こえた。だから歌舞伎さんと試合やってる時さ、この野郎石投げやがってこの野郎って歌舞伎さんに言うんだけど、石なんか投げてねえやって。だから歌舞伎さんが石なんか投げてねえやって、こっちかって言ったら、石じゃねえよ石だよって言って、石じゃねえかって。椅子投げたって、椅子ボムの石投げやがって。何を言い合いしてるか分かんないですよね。もう小鹿さんはねキャラだよね。あとさ、昔空き缶ってさ、はい、スチールじゃないから硬かったじゃん。あ、ありましたね。あれ狂気にしたらかなり痛いのよ、はい、でコーナーバットに隠しておいたんですよね。そうそうそう、小鹿さんがさコーナーに置いたんですよ。必ず鉄柱のとこでこうやってノンクやってみて、小鹿何やってんだって。何もやってねえ、レフリー向こう見とけこの野郎っつって、そんでこっち見て、はい、って時に小鹿さんが、はい、そのなんていうの、潰した缶を持ってきてレスラーにこうバーンってやるんだよ、はいはい、でもうまいんだよやっぱああいうとこね、うん、パーンってやって、俺が見に行ったらさ、ここに挟んで、ボギーきっとね、ここに挟んで、ほら見ろこの野郎、何にもねえだろって、何にもねえだろっつって打って後ろに振り向いて、今度あのコーナーマットにポンと置いたんだよ、はい、で俺あれコーナーマットなんかあるなと思って、うん、と俺注意しようと思ったら、はい、俺より先にリングサイドにいたおばさんがパパパパって走って、その缶をなんか持ってったんだよ。パって、そんで小鹿さん、この野郎って、この野郎って、レフリーこの野郎って、後ろ、この野郎、前見とけ、この野郎って、そのコーナーのところに手やって、一生懸命探してんだけど、なかなかないんだよ。で、コーナーにこう手を挙げて、なかなかないんだよ。俺が、何やってんだよって言ったら、何もやってねえって言ったら、缶ならババアが持ってったよ。だから、缶ならあのババアが持ってったよって言ったら、このクソババア。素晴らしい。ファインプレーです。そういう、昔のってそんなのがいっぱいあったね。だから小鹿さんの試合面白いんだよね。70年代全日本なんか最初の3試合みんなそんなんですよね。そうだね、1試合目は本当に若手というか桃田光代対佐藤。昔あの全日本プロレス中継夕方やった時に、はい、たまにあの中継始まった時に、はい、一番最初の試合がなんかそういう6人タッグだったりとかした時とかあって、はい、あの我々ファンはすごく嬉しかったですよ。その小池さんたちの、はい、普段あんまり見ないような。でも歌舞伎さんのあの凱旋の後楽園ホールとか僕行ってます。あ、見に行ったんですか。はい、ジム・デュランセン、はい、え、グレード歌舞伎、はい、へえ、何年生だった。エキサイトシリーズですよね、あれ。エキサイトシリーズ、はい、開幕戦中1です。はい、へえ、みんなすごいんだな。ババさんが出なかったシーンですね。そうですそうです。メイン鶴田さんとタイガー・ジェットシーンじゃないですか、はい、その2年ぐらい前のジャイアントシリーズも行ってますね。ああそう、はい、まあ、あの頃の後楽園たるものすごかったよな。あ、すごかったですね。子供たちの子供たちにしても一般立ち見の人が、はい、今は許されないけど通路に、あ、そうです ね、はい、今はもう消防法で通路には人立てないけど、当時はどこに入れてもよかったですか。自由席で。そうでした。いくら自由席だからって思います。自由席でも、自由席でもリングサイド特別席の人の横に通路まで僕行っちゃってましたから、ね。真横に座ってから、ね。そう。俺あれ自由席の意味がわからねえよな。一番特別してますね。そうです。もう何があっても動かないぐらいな感じでこう座ってましたよ。俺から言わせるあの自由席っていうさ、1000円のチケットがさ、一番高い1万円にもなるチケットだよ。自由なんだから。リングサイドのさ一番前の人の前に座ってんだから、こうやっていくら自由だっつったって。あそこ鉄柵のとこから中には入れないんですよ。どうやってチケット買ってたの。僕は当日会場行ってまず自由席買ってたの。1階の、窓口あるじゃないですか、はいはいはい、あそこでチケット買ってそんで階段に並ぶんですよね。あんで階段並んでマジックで買ってそんで、マジックでジャイアントババアとどうのこうのとか落書きして、あ、壁にやってないけど、はい、あのそ階段並びましたね。カッパ和田恭平カッパの時は。その頃まだまだあった。
馬場さんの部屋の後ろの方にさへそくり箱があってさ、で麻雀行くたんびにそこからさこう束を持ってるんだよな。俺が何気なく見ちゃったんだよ。したら馬場さん、これは母ちゃんに内緒だよって。内緒になるわけに内緒だよって言って1ヶ月後にはあんた馬場さんにこうしてこうなってもらったでしょとか言って、知ってんじゃんっつって12月25日後楽園ホール AJPW クリスマスマニアックス、一部対戦カードおよび特別参戦選手が決定。うちの尾崎真由美姉さんがお前を地獄へ落としてって何度も言うんだ。諏訪間尾崎真由美幸姫やこの3人がお前を泣かしてやる。お前も好きなやつを連れてこい。12月25日後楽園大会、諏訪間尾崎真由美幸姫やお前たちを上空落とすためにこのメンバーを連れてきた。ギュン。うわー、12月25日石川修司と組んで正規軍諏訪間と戦うのはこのチーム200キロだ。今からお腹を空かして待っとけよ。諏訪間正規軍そして全日本プロレス、いただきます。6人ダッグマッチ、諏訪間幸姫や尾崎真由美 VS 石川修司橋本千尋 YOU。 気になる特別参戦選手はカズ林、野村直也。10点に後楽園の激闘が再び。新日本プロレス永田裕二、矢野徹、中島裕斗、藤田康生、大岩良平、阿部誠、リングアナも来場。そして全日本で生まれ育ち新日本で活躍する男たちがやってくる。太一、金丸義信参戦。さらに真田、武士参戦。超豪華メンバーで送る今年最後の激闘をお見逃しなく。2023年戦い始め新春ジャイアントシリーズ2023、大会日程はこちら。毎年恒例の後楽園ホール 2days。 1月2日は世界ダック選手権試合、世界ジュニアヘビー級選手権試合、そして毎年恒例の新春バトルロイヤルが決定。1月3日は来年最初の頂上決戦、三冠ヘビー級選手権試合が決定。2023年の全日本プロレスにどうぞご期待ください。